ナーラーイ王は、大のアユタヤ王朝の王の一人、ラーマティボーディー三世とも呼ばれる。プラーサートトーン王が死んだ時、兄のサンペット六世が王位についたが、これを嫌がったナーラーイは、おじのシースタンマラーチャーと共同で、サンペット六世を殺し、おじをサンペット七世として即位させた。しかしながら、すぐに、不仲になりおじを殺しようとして即位した。年に、 モン族が多数、タウングー町から逃れてアユタヤーまでやってきておに、帰化を求めた。ナーラーイオーは彼らを保護したが、これを嫌がったビルマが移住してきた、モン族の返還を求めて攻め込んできた。ナーラーイオーは反撃し、現在のカーンチャナブリーサイ区で、タウングー軍を破った。そして勢いに乗った、ナーラーイオーは、翌年には、タウングー本国に攻め込んだ。しかし、プカームを包囲した時には、 表糧がつき、引き返した。文化面では、シープラート、プラ・マハラー・チャクルー、クンテープ・カウィーなどの文学者が出現し、アユタヤー王朝文学史の中でも黄金時代を迎えた。この王の時代アユタヤー王朝は外交面で大きな発展を見せた。この時代は、イギリス・フランスの重商主義時代であった。そのため、イギリス人は頻繁にタイを訪れていたようである。 ナーラーイオーは彼らに自由に商売をすることを許した。一方で、ナーラーイオーも負けじと王戦を用意し、アジア各国と貿易を行った。またこの頃には、ローマ教皇、アレクサンデル7世とフランスのルイ14世のキリスト教宣教師一団が訪れた。その一方で宣教師たちは、教育、医療に従事し、アユタヤー王朝に貢献した。一方で、 戦術同年の1664年に、それまで対立していた大華教とオランダ人商人が、ついに衝突した。武装した華教一団が、あるオランダ人の経営する工場を襲撃したため、翌年には起こった、オランダ東インド会社が武装した船に、ポルトガルの国旗を掲げ、バンコク湾を封鎖し、中国のジャンク船を人質として捉えて、比較製品などに関して、 独占貿易を要求したのである。ナーラーイオーは仕方なくこの要求を受け入れた。ナーラーイオーは国に一大事があった時のために、ロップリーに福島を建設した。この事件以降、ナーラーイオーは、オランダ人を信用しなくなったという。1670年ギリシャ人のコンスタンティン・ホールコンがアユタヤを訪れ、一度、出国したものの再びタイへ戻り高級管理になり、 外交面での実験を握った。ナーラー・アイオーズを1673年には、ルイ14世から新章を送り、ナーラー・アイオーは、その8年後に返礼を送ったが施設が難破し、2年後、再び施設を送った。その後フランスから外交官、シュバリエド・ショーモンが訪れ、ナーラー・アイオーに、キリスト教に改修するように説得したが、ナーラー・アイオーは応じなかった。 翌年の1684年にド・ショーモンが帰国する際、ナーラー・アイオーは、プラウィスート・スントーンを施設として派遣した。コーサー・パーンはフランスで歓迎を受け、アユ・タヤーの軍隊を、フランスで、訓練させて、フランスの新たな大使、シモン・ド・ラル・ベールを連れ3年後帰国した。ド・ラル・ベールは、フランス軍636名を連れて、アユ・タヤーに入場しようとしたが、ナーラ・アイオーは、 オランダとの対立に学んだ経験から危険を感じこれを拒否した。と、ダルベールが帰国する際には4回目の施設団を同行させたが、この後、ナーラー・アイ・オーが死んだため、フランスとの交流は途切れた。王の死後には外交関係は急速に悪化し、タイは鎖国を始めた。しかしながら、アユタヤー・王朝の中でも文学面、外交面において優れた功績を残した時代であった。 ためこの時期は、あゆたや王朝の黄金期とされる。この王は、第三大王には入っていないが、それでも、大王の称号がついている。ありがとうございます。